お帰りなさいませ、主様。私からのプレゼントです。明日はこちらをご用意してお待ちしてますね。待ち合わせ時間よりちょっと早く着きすぎたかな。女子くんはまだ来てないね。彼から呼び出されるなんて珍しいこともあったものだ。というか今日は私の誕生日。女子くん最近私の欲しいものとか聞いてきていたし、かなりの確率で、うん、そうだよね。もうなんでこういうことに気づいちゃうのかな。私は自分の推理力が裏目に出てしまっているじゃないか。あ、女子くん、いや今日はいい天気だね。だから謎を私に。へえ、面白い思考じゃないか。聞かせてもらおう、君が見出したその不思議を。おっと、何をやってるんだい。女子くん、隣に座りたまえ。君は私の助手なんだから一緒に考えるんだよ。さあ、私と君であらゆる謎を真実に導こうじゃないか。実はね、私の誕生日を祝ってくれるんじゃないかって推理。違うね。そのちょっとだけ期待していたんだ。実際にこうして祝われると分かっていたってダメだね。嬉しくていつものように冷静ではいられないよ。ありがとう、女子くと、話って何かな。もしかして案に用事。もしかして私の誕生日プレゼント。ごめんね、うまく反応できなくて。まさか覚えててくれるなんて。ダメだな。アンだったらうまく言えるんだろうけど、私うまく伝えられないみたい。だから少しだけ時間をもらっていい？俺したいんだ。優しいあなたに少しだけでもお返しを。あ、お待たせしてしまいましたか。すみません、来る途中で何度か休憩を。平気なのでそんなに心配そうな顔しないでください。あなたと待ち合わせだから張り切りすぎてしまったみたいです。でも
もう大丈夫です。体もポカポカしてきましたから。はい、私にプレゼントですか？わあ、ありがとうございます。これって私の誕生日を祝ってもらえてるってことですよね。嬉しいな。見たこともない本ですね。え、あなたが書いたんですか？中身はあなたの毎日を綴った日記ですか。あなたらしさが溢れててすごく面白いです。読んでいるだけであなたのそばにいるみたい。なんだかあなたにはいつももらってばかりで申し訳ないです。次は私からあなたにプレゼントを贈りますね。あなたの心に残る私にしか贈れないプレゼントを。